実況動画第6弾ソニックアドベンチャーの方を始めていきたいと思います。では本編の方をどうぞ。はい、どうも、ドリームキャスト実況動画第6弾ソニックアドベンチャーにチャレンジしていきたいと思います。ソニックです。メモリーカードを選んでください。ということでデータはございません。やったことは一度クリアしたことはあるんですが、そのセーブデータがどこか行ってしまったようなので、最初から始めたいと思います。もう何年ぶりですかね、やるのが。出た当時、98年なので、もうかれこれ10年ぐらい前ですか。やり方、ほぼ忘れているかもしれませんが。喋った。いやー、でもこれ、最初やっぱドリームキャスト出た時、相当遊びましたよね。やっぱり、最初の作品が、ね。ゴジラとかですからね。バーチファイターぐらいしか、まともに遊ぶものがなかったというか。ということで、ドリームキャスト、こんぐらいの映像でしたか。すごい当時、衝撃を受けたんですけどね。ご機嫌だねー。んがない。わあ、パトカーが四角い。わあ、ジャンプで首降りる。ついていけやんかな。なんだなんだ。読み込んでます。 SSPD。 わあ、なんでしたっけこれ。カオスエメラルドとかでしたか。君は包囲されている。おとなしく投稿しなさーい。あがちっちゃいですね。あ、リングが空中浮いてますよ。かまわん、撃てー。あ、ちょっと実況っぽかった。効かない。
なんてやつ。早いよ、交代が早い。もちろん知ってんじゃないの。脳がなかったよ今。わ最初からもうコイン取ったよ。鼻から戦いでしたっけ。ゼロ、よし。なんとなく覚えとるもんで、ここでジャンプ、アタック、リング、リング。わ、なんじゃい。わ、そんなあかんて、そんなあかんて、そんなあかんて。地上で戦え、ボケ。地上で戦わんかい。見えないんだよ。よし、やったね。やっつかい。チェンチェンチェン、パン。リングは全部取れんだような気がしますが、まあよしとしましょう。ポツポツと。わあ、逃げた。逃げるのかい。逃げるのか。なんかマンホールから逃げてった。見つめてます、ソニック君。喋りません。そしてリングが2個落ちている。もったいない。わあ、究極の破壊神カオスよ。究極の破壊神カオスよ。すごい、連動できた。スピードが速いですからね。編集した時にうまいこと映像ができるかなっていうところがありまして。わあ、くつろいどるソニック。えらいもんで。ん、わあ、ん、テイルス落ちるぞ。テイルス飛べるか。大丈夫じゃない、テイルス。おいおい、落ちるぞありゃ。テイルス、しょうがないな、まったく。テイルス間が合わなかった。しょうがないな、まったく。というわけで、なんか人とも話せましたよね。なんか気のせいかな。気のせいだった。あった。回るリングは取ってこっち、これ大丈夫。空いたって時にリングがあれば大丈夫。知ってた？また見える向きが自動で変わっちゃうけど注意して。向かう方向にキーを入れ直すんだ。最初戸惑うかもしれないけど頑張って。L と R で。おーっつ。で、テイルス君のところへ。エメラルドコース。ステージバーン。とりあえず、ここへ行けと。テイルズを救出せよ。行きましょう。いやー。早い。さすが、ソニック、早いよ。トウ、いやー、ワオ。これ今見ても早いよね、絶対。もう、正直、3D アクションは苦手です。ようクリアしたと私も思いますよ、当時。あ、チェックポイント。よし。38秒、40秒、41秒、ゴー。ダッシュ。あ、止まった、しまった。早いねー。あー、うち。当たった。よくあるある。脅威なんかあったよね、今。あった。1分5秒、6秒、7秒、こうやって喋ることによって編集地点を探してます。さあ、いや、あ、やばい、落ちる。落ちたら死ぬよ、これ、確か。私の記憶が確かならば。トウ、クジラ。クジラ勘弁。ここは冷静に、
置いてアタック。なんかこの裏になんかなかったかな、気のせいかな。あったあったあった、94枚、100枚、100枚目指したいね。というわけで、うわ、2分1秒、2分4秒、2分6秒。あ、取らない、取らないよそんな。あ、あー、落ちた落ちた、はあ、難しい、 3D は難しいよ。そして速いよこのソニックくん、圧倒的な速さ。じゃあちょっと歩く、とにかく歩く、落ちると怖い。ジャンプ。よし。丁寧に行け、丁寧に。丁寧に、丁寧に。洞窟なんかあったかな？あるんやろうな。全く覚えてないですからね。いかんせん10年前だと。記憶力は。ああ。難しい。あ、こんなもん取ったらやばいよ。確か速度がむっちゃくちゃになる。ああ、無理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 。ああ、これ確か上行かんならんってやつか。上。ジャンプ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 。あ、無理やった。あ、いけた、いけた。いけた、いけた。問題ないじゃん。ゴー。ゴーゴー。ああ。せっかくの。せっかくのコインが10枚。あ、オンチ見えんだぞ今自分のところが。猿倒す、よし。あ、これそうや、集めて、あ、取れんよ。ビジュアルメモリーでやるときのキャラクターになるんじゃなかったかな、この動物が。気のせい、おすごい真横を走ってますよ、ソニックくん。地上で地味にリング集め。アスレチックはできなかったようで。おお、ダッシュ。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュですよ。お、押してもしゃあない。えい。待っとれば。手に入る。ビジュアルメモリーでする気が今ないので。昔結構遊んでましたね、ビジュアルメモリーで。でも画期的でしたもんね。ポケットステーションの出る前ですよ確か。気のせいか。はあ、でここで、あ、こっち向き、ダーシュ、4、2番、3番。お、危ないやん。危ないじゃん。さあ、さあ、いや、いや、1番パネル、なんだって、ジャンプ。はあ、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 はあ。なるほど。確かに気をつけないとね。はい。で、ジャンプ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 。落ちたけど、どうしたらいいかな。落ちた場合どうしましょうか、お猿くんよ。でも、済んだ？なんかでも、済んだっぽいよ。結果的に。あ、でも最後なんかアイテム取れんなんかな、そしたら。100枚突破。よし、テイルス。イエス。てってってってー。10。イエス。ミッション3クリア。あー、なかったかもしれない。全部集めたら、カオスエメラルド、どうのこうのだったかな。相当いっぱい集めんならんだよね。長いぞ、これ。アドベンチャー。
ほんと久しぶり。いろんな意味で久しぶりね。メガドラ以来ですからな、正直。それよりどうしたんだ？テスト中だったんだ。幻想、電気使いの強度が良かったみたい。飛行機なら預けといたトルネードがあるだろう。今度はもっとすごいのを考えてたんだ。ほら。おお。カオスエアマルド。7つのうちの1つが手に入ったんだ。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。自然のパワーを生み出す不思議な石、これを何とか僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるし。ああ、僕の工房に行こうよ。ミスティックルーイン、駅から鉄道で行けばすぐだよ。っていうか、こいつらなら走って行けばすぐじゃない。ヘイルズプレイ可能。ナウセーブはいいんですけど、駅はどこ？ホテルだよね。なんだって左のドア、あなたの心のチャオが待ってますよ。チャオは今関係ない。チャオはいらない。外出た。街中。駅。ステーション。これか。ダッシュ。これでも、ああ。あれ、セーブってどうやってやったっけな？さっきナウセービングは出たけど。はあはあ。とりあえず、しまった。あ！連れてかれた。ソニックの方が早いんじゃないかな。気のせいか？よし。ということで、ミスティックルーインまで来ましたので、この辺りで動画を一旦切ろうかな。どうしようかな。ちょっと進んでみましょうか、とりあえず。お、人発見。はい。岩ができたって。とりあえず進んでみて。あ、いけない。いけないので、違うところへ行ってみましょう。ダッシュ。おぉ、ありえんところ。テイルズくんの家か。ソニック。うわ。お久しぶり。ドクター、ソニック。ドクターエッグマン。お前は、ドクターエッグマン。いかにも。まあ、確かに。この世に並ぶもののない天才。久しぶりだね。ドクターエッグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。力つくて奪い取るまでよ。絶対逃げてったよ。どうする、気のせいか。力づくで奪い取るまでよ。なんか出てきたよ。対決？早くも対決？ああ、ちょいとな、時間が微妙かもしんない。エッグマン。フェーズ1個ゲッチュ。ああ、そんなエリア外は反則やった。エリア内で戦え。わあ、ダメ。外はここか。えい、よし。あ、さっきのタックルやな。タックル待ちやな。とりあえずここは走って逃げて。ああ、当たった。当たるとは予想定外。まあいい、来い。これ絶対アホだよね。チョコマンが落としますよ、ソニックですから。よし来い、かかってこい。いや
いや逃げるよ。よし来い。多分次で最後かな。タックル。よし倒した。あっはー。3回ですよ。体力バーの意味がないけど。あ、まさか。まさか飛んでやるぜ。お遊びですけど、ソニックにとっては。読み込み中。はい、エクマン倒しました。エクマン落ちました。これ逃げれるのか。まったくだ。お、隙あり。口ほどにもないぜ。すごい UFO キャッチャー、一発で捕まえた。これを受け取れ。あの時のタックルだ。おお、あれはあの時の。わ、なんか右手ができたよ。ソニック石板にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを究極のモンスター強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスペアを別に、そこになんとかなるんじゃないかな、カオスなくても。エクバンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。うわ、忍者みたいにして逃げた。チャイないね。これ以上の変身はできない。頑張ってね。そうやな。はい。ということで、カオス出てきたところまで来たので、動画を切りたいと思います。ご視聴していただきありがとうございます。では次回もよろしくお願いします。